3年目の2016年、14試合に出場し、打率2割1分1厘、ホームランなし、打点1、4本のヒットを放った。1軍ではほとんどの出場機会がなく、2軍で98試合に出場し、打率2割4分7厘、ホームラン12本、打点58、21盗塁を記録した。4年目の2017年、134試合に出場し、打率2割6分、ホームラン13本、打点51、108本のヒットを放った。開幕からライトのレギュラーとして出場、満塁ホームランを放つなど活躍し、規定打席にも到達した。守備でも12球団最多の捕殺10、年間失策数もゼロだった。また第1回アジア野球の代表に選出され、韓国戦では起死回生の同点スリーランを放った。5年目の2018年、全試合に出場し、打率2割7分、ホームラン22本、打点62、149本のヒットを放ち、14本の三塁打はリーグトップとなった。打撃3部門でキャリアハイをマーク。シーズン14本以上の三塁打は阪急のラリーレインズ以来65年ぶりとなり、チームの中心選手へと急成長を遂げた。6年目の2019年、99試合に出場し、打率1割9分4厘、ホームラン11本、打点31、50本のヒットを放った。開幕後いきなり右手甲にデッドボールを受けてしまう。それでも出場を続け、パリーグ平成最後のホームランを放つなど活躍。しかし右手の痛みが引かず、再検査の結果骨折と判明し登録抹消。その後一軍復帰を果たしたが、状態が上向くことはなかった。7年目の2020年、69試合に出場し、打率1割8分1厘、ホームラン6本、打点20、29本のヒットを放った。リードオフマンとして期待され、1番ライトで開幕を迎えたが、調子がなかなか上がらず、8月には2割を切ってしまった。その後は守備固めとしての起用が目立つようになり、9月20日に登録抹消。そのままシーズンを終え、2年連続で打率1割台と低迷した。8年目の今シーズン、8月15日現在の成績は、25試合に出場し、打率1割9分6厘、ホームラン2本、打点11、10本のヒットを放っている。開幕を2軍で迎え、5月3日に不審のデスパイネと入れ替わる形で1軍昇格。5月5日には1番センターでスタメンに名を連ねると、9回の同点タイムリーを含む5打数3安打4打点1ホーマーの大活躍で復活したかに思われたが、その後は状態が上がらず6月に登録抹消。2軍ではさらに骨折をしてしまったが、再び1軍で活躍してほしい。